はいどうもなぎです。はいどうもますいです。というわけで今回の動画はポジションキャラ育成優先度についてますいさんと話していきたいと思います。前回のね星5に引き続き、はい、星4番でございます。はい、多いぞこっちは。まあ、こちらもね一応過去に同じ企画をテレメロさんと2人でやったことはあるんですが、あの時とはまた考え方も変わった部分もありますし、星4キャラも増えましたし、何より増井さんの意見も聞いてみたいということで、前回とはねまたいろいろと視点が変わったところでお話できると思うので、星4キャラの育成優先度について話していきたいと思います。じゃあまず前提条件から。はい、1つ目、工場星4キャラの3人は一旦今回はなしでいます。キャラクターは貫突想定、星4キャラではないんですが、主人公は誰でも持ってるので主人公も一緒に考えていきます。火力などの強さだけじゃなくて、総合的に見た時のキャラクターを優先的に育成するかどうかで決めていきます。そして特化サポートキャラに関しては、その対象のキャラを持ってる前提で、なので例えばバルザンの評価に関しては将とか放浪者を持ってる場合で評価していきたいと思います。そして左右差に関してはなしで、大体こんな感じの前提状況をもとに話していきましょう。はい。そしてあくまでも今回お話ししていく内容は我々二人の個人的な意見でしかないので、キャラクターを育成する際に悩んでる人は参考にしていただけると嬉しいですが、これが絶対に正しいと言いたいわけではないので、まあ、こんな意見もあるんだなと思っていただけると幸いです。それでは多速表の方がこちらになります。ドロンと。なるほどね。あ、でもめっちゃ違うっていうわけでもないな。また一個違いぐらいな。そうだね。ねえ、まあ、じゃあ上から順番に話していきましょうか。はい、まずは SSS、 いつも通りの推しキャラですね。はい、自分の推しキャラは優先的に育成していきましょう。はい、これは星5キャラ星4キャラ変わらず、自分の好きなキャラを使うのが献身です。そうだね。では本題、 S ランク。はい、1キャラ違いか。1キャラ違いかな。スクロースが入ってるかどうかだけか。うん、個人的に S ランクの中でもちょっと頭一つ抜けてるのが、うん、ベネット、ユクアキ、シノブの3人だと思ってて、この3人はまあ同じ S ランクでもちょっと頭一つ抜けてるかなと。そうだな、うん、S プラスぐらいの気持ちです。なんかこの3人だけおかしくない？もうね、このゆくあきとベネットが肩組んでいつもいるんだよ S に。イエーイっつって俺ら S だぜみたいな。初期キャラなのにみたいな。常に S ランクずっとも外れないね、ここはちょっと。うん、最強星4キャラーズだね、マジで。そこに加えてシャンリン入れてね、ここ3人で使われることもね、うん、多いだろうし。まあ、シャンリンに関してはベネットとセットで使う前提だと思うんだけど、うん、基本的には。さすがにサブアタッカーとして優秀すぎる。そうだね。で、フィッシュに関しても、まあ、草元素でさらに強くなって、さすがにサブアタッカーとして優秀すぎる。うん。で、ファルザンキララが割と新しめのキャラかな。そうだね。まあ、ファルザンに至っては、監督するとね、こいつ自身が強力なアタッカーになってるっていう、なんかおかしいんだよね。サポーターだったはずではっていう。そう、なんかね、他の星4キャラに比べても貫突の強さというか、無凸と貫突の差がすごい、うんうん、まあ、もちろん無凸でも十分強いサポーターなんだけど、なんか貫突してるとなんかアタッカーになっちゃってる、うん、そう、 なんかね、なんか貫突バケモンなんだよな。だいぶ評価高いかな、ファルさんは、うん。こと風元素キャラと組み合わせるって意味では、ちょっとね、取ったサポーターの中でも頭一つ抜けて優秀。うん、そうだね。でキララに関しては、あの、強いっす。はい、もうシールドが強いっす。はい、なんもないっす、それ。ただ元素も強いっす。あ、なんか知らんけど爆発も強いっす。なんでかね、あれは。以前ね、あの、キララの動画でもう草番勝利だって。例えたんだけど、うん、本当にその通りなぐらい強いキャラクターなので、探索の面とかもねいろいろあるけど、うん、戦闘面でも非常に優秀なキャラクターなので、まあ、S に入れちゃったな。なんかね、貫突したら全元素ダメージバフとかいうとんでもない能力までつくし、全はねなかなかだよね。パーティー全員の火力上がるって書いてあるからね、あれちょっと抜けてるね、うん、うん。はい、ということで、まあ、S ランクは、まあ、ほぼ一緒だし、うん、そうだね、うん、唯一スクロースが S ランクってことで、マスイさんは、まあ、やっぱ熟知配ってくれてね、うんうんうん、元素ダメバフも配ってくれてね、カズハメンティいなかったらっつったら、まあじゃあスクロースでって、まあ、むしろスクロース持ってるからそこ引きませんっていう人もいるしね、強いかなっていうのは A でも S よりでもいいかなぐらいの、このスクロース A には入ってるけど A プラスぐらいの認識だし、うん、S に入ってても違和感はない。じゃあ次 A ランク。はい、 A は共通してるキャラがディオナ、ウンキン、コレイ、はい、草主人公かな。ディオナは優秀だよね、貫突。貫突ディオナ強いね。熟知配布もしてくれるしね、回復もしてシールドも貼ってくれる。やっぱね、このゲームシールド強いんだわ。うん、まあ、キララが新しく実装されたり、まあ、レイラもいるし、うん、勝利もいるし、うん、まあ、ちょっと役割被りがちなところはあるんだけど、このシールド貼りながら回復ができる
ていう。欲張りセットだよね、もう。やりすぎ一人で。枠の圧縮度がやっぱディオナはね、頭一つ抜けてるなってちょっと思います。うん、で、完凸すれば熟知バフと。さすがにここは A ランク。気持ち A プラスぐらい。うん、で、あと共通してるのが、運金。運金は、ちょっと強くない完凸運金、うん。通常主体のアタッカーと組み合わせる際、まあ、運金割と入れたくなる。通常振るようなキャラクターだったら、選択肢に入れてもいいんじゃないかなっていうのは。うん、結構増えてきたしね。まあ、完凸したらね、速度もちょっとくれるっていう。うん、嬉しいよね。通常振るキャラクターからしたら速度くれるのは。それだけで使って楽しくなるし。うん、回数制限付きとはいえ、うん、あの強力なバフを配れるのはやっぱ評価高いポイント。うん、まあ、今後もね、通常振るキャラクターがいたらもう育てたいかなとは思うな。あと共通してるのが、草進行とコレイ。まあ、ここは使いやすいよね、うん、なんかこの2人はセットで使いたいかなって感じだね。うん、そのね、ナヒーダとかさ、白日とかいなかったとしてもね、うん、ザハンのここの2人ポンっていっておけば割とやりやすくはあるかなっていうのも、うん、あるし、まあ、入手するのもねすごい簡単なので、まあ、ただ最近だとそれこそ白術が実装されて草付着で困りづらくなってきたから、まあ、ちょっと1段階下がって A ランクかなとは。主人公が A に入るのっていうのがちょっと驚きだよね。確かにちょっと癖あったもんね今までの主人公。歴代主人公の元素から考えたら異質というか、うん、そう、だいぶ使いやすい本当に。だからおすすめだね主人公とかは。でばらけてるのがゴロ、エンヒ、レイラ、バーバラ。バーバラ、うん、いやレイラはねちょっと迷った。 B と迷った。うん、めっちゃ迷って、うん、A ってした。ちなみに、うん、俺もレイラ A にするから迷った。迷った、ちょうど境界線のあたり反復言葉してるよね。いや強いんだよレイラも。うん、強い。まあ、もちろんねレイラにはレイラしかない強みはあるんだけど、枠圧縮って意味でディオナの方が優先度高めかなって個人的な意見として、うん、まあ、シールドは硬いんだけどね。まあ熟知配布とか、まあ、回復とかで考えると、まあそうだね、ディオナのが若干やっぱやれることが多いから、うん、A に入れたけどちょっと B 寄りではあるな俺も。次バーバラ。バーバラはね、バーバラに助けられてないですか。いやり、はい、このゲーム優秀な回復キャラが多すぎます。わあ、そうなんだけどさ、水ヒーラーってなるとカイカパのヒーラーはバーバラにしちゃったりとかしてる人もいるかなっていうのと、そう、まあ、今例えでカイカあげたんだけど、うん、パーティーで例えばじゃあシールドもなんかこう入れてないとか、まあ、回復誰かいるよ、うん、シールド誰かいるよって時に、まあ、回復量結構あるから、まずパーティーの生命線としてキャラクターが死なないようにしてくれるキャラかなと思って、うんうんうん、何かしらヒーラーはいた方がいいんじゃないかなと思って。最近ねヒーラーがみんな優秀すぎるっていうのもあるんだよね。わかるよ、なんかヒールプラスなんかやってくるみたいな多いよね。そう、まあ、それこそ忍とかディオナとか星五竜とココミとか白術とか、なんかちょっとパーティーに基本的にヒーラーって一人しか入れないわけで。あ、そうだね、うん、そこで優先的にバーバラを入れるかと言われると、まあポップにベレットいるしな。そうなんだよね、ベレット、そうだよ、ベレットがいるのが良くないんだよマジで。まあでもまあ無難なヒーラーかなっていうのはね、うんうん、ヒーラーらしいヒーラーかなっていうのはあって。で実際水元素っていう元素も優秀だから、別にバーバラが弱いわけじゃないんだよ、他のヒーラーが強すぎるんだよね。まあね、それはある。ヒーラー水準ちょっと高いよね。見てみ強ヒーラーたちのメンツ。面構え違うわ。面構えがあまりにも違いすぎるんだよね。まあね、B と A で悩んだ結果、あの、うん、A にポイってあげたんだよ、最後。ああ、これはね、バーバラが悪いわけじゃない。星もね、こんだけいるからね、今もう。どっちかっていうと、あんまりキャラが揃ってない人にお勧めしたいヒーラーではあるかな、バーバラは。うんうんうん。と、エンヒゴロか。エンヒが A ランクということで。はい。アタッカーとして優秀かなっていうのはあって。ちょっと俺も悩んだ。星4キャラクターの中でも、星5キャラクターと、まあ、若干張り合ってくるぐらい強い星4っていうと、うんうん、まあ、ファルザン、ベネット、エンヒ、まあ、凝固ちょっと C 入れたんだけど、アタッカーズの凝固ちょっと結構評価はしてるんだよね。なるほどね。キャラパワーとしては評価してるんだけど、育成優先度って言われるとね、ここにちゃったんだよね。うん。そうなんだね。ちょ、それもあって、この元素アタッカー多すぎ問題が。ちょっとそこ考えると、まあ、これもね、エンヒが弱いわけじゃないんだけど、育成優先度っていう目線で考えたときに、ちょっと B ランクになるかなと思って、俺は B にしたかな。まあ、ファレザンも同じぐらいアタッカーとして優秀だと思ってんだけど、うんうん、まあ、ファルザンはそれ以外にサポートもできるからさ、もともと本職サポーターだし、うんうんうん、まあ、それに比べて、まあ、遠飛行行って結構アタッカーしかできないっていうのもあるんだけど、まあ、そこでもさらにこう反応込みでって考えると、まあ、遠飛と行行で差開
楽かなと思って、エイヒのキャラパワーを評価しました。これはなるほどね、キャラパワーを評価するか、あと他のキャラとの比較を考えるかみたいな、うん、結構考え方によってねここら辺変わってくるんで、うん、で俺が増井さんと違うのが、はい、ゴローが A ってことで、あ1個突っ込んでいい、うん、なんで九条は A じゃない。これは北星とかで考えたら分かりやすいんだけど、はい、北星のパーティーに無理に九条入れようってならなくない？あーまあそうだね、特に激化パーティーとか組む場合、まあ、入れる選択肢には全然入るんだけど、まあ、他にも競合相手が、まあ、多いかなっていうのはあるね、うん、その点ゴローって新滝とかを使う場合絶対入れるくない？あーなるほど、その差か別に九条も強いんだけど、雷幻想には激化っていう最強の原産能があることを考慮すると、うん、まあ九条は B、 ゴローが A って感じになるかなと思いました、うん、そうだね。俺も九条をパーティーに入れるかっていうと、やっぱ一撃にかける時に入れるかなっていうの、うん、結構ね雷幻想パーティーって雷幻想特化にする必要がない元素だと思うんだよ ね、 だね。じゃあお次、はい、B ランクいきましょうか。はい、じゃあちょっと B ランク数が多すぎるので話したいキャラいますか。フォーマーはあれだよね、烈開花がなかったら C だったね。そうだね、烈開花込みで B ランクかな、うん、平蔵、あー平蔵が俺が B で、うん、俺 C、 増井さんが C、 実装前期待してたんだよ、うんうんうん、アタッカーだし砲機だしで遠飛行行がこんだけ強いから、うんうんうん、って思ったら結構通常の倍率低い上に、まあ、スキルがだいぶまあ強みだとしてもね、死に長いスキルのっていうのがあって、なるほどね、なんだけどちょっともう一声欲しかったかなっていうのがあって、まあ俺も正直平蔵は C に入れるかどうかちょっと悩んだ、まあ射程の短さかな若干、とはいえ元素スキルの一発の火力の高さとか、まあ、元素スキル元素爆発みたいな感じで繋いですぐキャラチェンする感じでも結構あのモーションいいよね、サッカーショーでみたいでさ爽快感あるみたいな、うん、使っててなんか格闘モーションがマジでいい、攻撃がかっこいいそう顔もかっこいいしね平蔵、そうなんですよ、まあ C でも納得です。まあでも、多分平蔵使ってる人は結構満足してる性能だとは思うんだよね、うん、あの一撃で高い火力を出せるって意味でも使って楽しいし、うん、まあファルザも出たしね、まあ、ただ育成優先度っていう目線で話すと多分 C ランクになってくるのかな、うん、俺は B に入れちゃったけど、あとはカーベヨーヨーについて、増井さんがカーベ B、 ヨーヨー C、はい、貫突カーベはね、いや強いと思うわ、貫突カーベ強い、うん、まあ、ちょっとニーロっぽいこともしてくれるしね、うんうんうん、でまあ、中段体制もきちんと持ってるし、まあ、バランスのいいキャラかなとは思う、なんか体型振り回しての面白いしね、カーベが表にいればヒーラーいなくても戦えるっていうのも強い、例えばなんかマルチとかでさ、うんうん、ヒーラーなしのさ開花パーティーの時さ、カーベだけピンピンしてるもんね一人で全員死にかけ、そう全員死にかけなのにカーベだけ体力マックスみたいな全然あるからさ、まあ全然 B だ、 B がちょっとなんなら A まで悩んだから、うん、うん、まあ分かる、ちょっと悩んだ、ヨーヨーはね、いやちょっと使いにくいかな、クリーモントが C 入ることある？だって爆発表にいないとさっていうのがあって、バーバラ行くなっていうマジ俺そこ結構納得できないかもしれん、ヨーヨーの優先度は俺結構下だな、ヒーラーなんだけどね、やっぱ開花パーにはヒーラーって結構必須じゃん、うんうんうん、ヒーラーの中でもね最下位かもね、あーなるほどね、うん、ちょっと使いにくいかなっていう、まあ、使いにくいのはわかる、これもさ、まあ、ちょっとさっきのなんかバーバラのカウンターになっちゃうんだけどさ、うん、なんか他のヒーラーが強いからまあその北条開花でもヨーヨー育成するんだったらバーバラかなとかっていうのがあってね、いや珍しく草なんだけど下になっちゃったなっていう、そうか、まあ考え方はね人それぞれなんでね、そうそうそう人それぞれだからね、うん、まあ、こういうのもあっていいよね、うん、あのこの動画の醍醐味でもあるから、ミカいいなんすけど、ミカね貫突してもねちょっと使いづらいなっていう、いやエウラ使ってるんだけどお世辞にも相性がいいと言えないんだよね本当にマジでこれがねショック、もう本当にショックマジでエウラめっちゃ使ってんだけど結局は抜いちゃってる羽目になってるかな、結構期待してたんだけどね、まあ、だ今後物理キャラ増えてきてミカの強みってこうあるかもしんないけど現状ではないか、そうだね、氷定期的につけることもできないじゃん、だから雷物理アタッカーからしてもミカ一人に超伝導役もね任せられないっていうのもあって、あーレザーと組み合わせるにしてもちょっときつい、ちょっと速度の方でねどっちかというと話題になってたイメージがあるね、そうね物理サポーターのはずではっていうそう物理バフもねかけづらい、特化サポーターなんだけどそう C に行っちゃった、自分は九条と五
ところは B に入れてんだけど、まあ確かにその2人と比べると特化サポーターの中でも使いづらさが目立つかな。じゃあお次 C ランクいきましょうか。はい、ドリーはねちょっと忍が対抗として強すぎかな感はあるね。ライバルがね、忍ライデンという強すぎるライバルがいるがいる。そう、 C にいるキャラって基本的にライバルが結構いちゃったりするね。キャンディスとかだったらさ、行く気が強いから、確かに、うん、っていうのもあるし、オクトも強いんだけど、最近だとね、フィッシュル、シノブのが使われやすいかなっていうのも。そう考えると、サイは B でいい気がしてきたな。あ、サイ？うん。それは、禁断帳っぽいポジションには入れるかな。うんうんうん、風で範囲ヒーラーで、まあ、水力4持てるかなっていうのがあって。禁断帳がいるから C かなと思ったんだけど、純粋に禁断帳と近いことができるっていうだけで、どうか高くなるから、全 B の方が良かったかもしれない。禁煙がな、ちょっと B の中でも、ひときわしんどそうではあるかなっていうのはあるな。うん、物理でも、まあレザーだったらさ、雷自分で持ってるからさ、超電導やっぱ物理でやろうと思った時には、まあ、氷一人ポンって入れちゃえばできるものを、シーエンってね物理だけど自分炎だからさ、そこがねマジできついところだよね、シーエンの。そう、それでまあ枠二つ潰しちゃうっていうのも、そこがかなりきついポイントではある。で主人公たちに関しては苦しいです。言いづらいね。だいぶちょっと使いづらいですね。なんかもう P の下に1個作ってもいいんじゃないかと思ってるんだけど、個人的にはこの3属性は草だけが本当にね強い。そう、あの風主人公は凸効果を見習ってほしい、マジで。なんか原始時代の凸効果かなみたいな、ぐらい本当に凸ひどいよね。元素スキル発動中受けるダメージをマイナス 4% みたいな。踏ん張ってるからね、ちょっと踏ん張ってる、ちょっと踏ん張ってるから。まあ中でもまあ風やっぱちょっとひどいかな。岩とかだったらまだもうちょっと、まあ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 要は会心率が漏れるから、うん、まあ使うかと言われたら使わないので、主人公推しぐらいじゃないとね、あんまおすすめはせんかなぐらいかな。主人公推しの人は草元素を使いましょう。各ランクの評価基準としては、 S はとりあえず問答無用で育成しとけ、 A は人によっては育成おすすめですよって感じで、 B は汎用性はないけどこう特定のパーティーで活躍できたり、まあ、特定のキャラを持ってない場合に優先的に育成したいみたいなキャラが入ってくるのかな、はい、うん、で C に関しては好きなキャラ以外はちょっとおすすめはしづらい感じですかね。まあ、SAB ぐらいにもうちょっと使いやすいキャラクターがいるかなっていう、役割を被っちゃうような子たちがちょっと C かなっていう感じですかね。はい、ということで今回は原始の星音キャラの育成優先度について増井さんと一緒に話していきました。はい。まあ、俺も前回作った表とは結構内容変わったし、やっぱ増井さんの作るティア表も俺とかネルメロさんとは考え方が結構違って面白かったから。まあ、個人差がちょっと出るよね。使ってるパーティーとかね。まあ結構ね、どうしてもこういうのを作ると、キャラはここだろうっていうのはね、うん、もちろんあるとは思うんですが、まあ、今回話していったのはあくまでも我々二人の個人的な意見の一つなので、参考程度に捉えていただけると幸いです。はい、お願いします。それでは今回遊びに来ていただいた増井さんのチャンネルは概要欄の方に貼っておりますので、ぜひぜひそちらからチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。